はい、どうもこんにちは、京子です。皆さんいつも動画を見ていただきありがとうございます。いつもたくさんのコメント本当にありがとうございます。この動画を見た感想やあなたのこれからの目標などたくさんコメントいただけると嬉しいです。さて今回は年収3000万円以上にするための3ステップについてお話をしていきます。まあ、現在の日本の平均的な年収の中央値っていうのはだいたい年収が300万円から450万円ぐらいが一番多いというふうに言われています。まあ、社会保険とか税金面が引かれると手取りっていう形で支給されてると思うんですけど、まあ、月に換算するとだいたい月収20万円から30万円ぐらいかなって思います。まあ、実は私たちの考えには固定概念みたいなものがありまして、会社に勤めたらだいたい20万円から30万円ぐらいみたいな意識ってありませんか？この金額っていうのは生きる上で最低限の生活を営めるぐらいの金額なんですよね。仕事にやりがいを感じていて苦痛もなく一生この仕事をやっていたいっていうふうに思うのであれば問題はないと思うんですけど、皆さん今の年収に満足していますか？もっと給料高くならないかな、もう少し年収が高くなればいろいろできるのにな、まあ、そういうふうに思ったこと一度はあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ということで今日は3段階に分けてお話をしていきたいんですけど、まず第1段階が年収を 10% 上げる方法、そして第2段階目が年収を2倍にする方法、そして第3段階が年収を10倍にする方法っていう感じでお話をしていこうかと思います。まあ、段階に分けてお話をしていこうかなと思いますので、今の自分に試せそうな段階からチャレンジしていってみてください。このように私のチャンネルでは個人で稼ぐ力、ウェブスキルを高めるための方法の動画をたくさんアップしております。まだチャンネル登録をしていない方は今のうちにチャンネル登録、そして通知をオンにしておいていただけますといち早く私の動画をキャッチすることができます。そして現在京子の公式 LINE が大好評でございます。現在約1万8000人以上の方がこれから個人で稼いでいきたい、副業を始めたい方が授業を開始されております。 AI 副業適職診断や無料ゼミも実施いただいております。こちらの QR コード、そして概要欄のリンクの方から参加することができますので、授業を受けてみたい方は登録してみてください。それでは今日も始めていきましょう。それではまず第1段階、年収を 10% 上げる方法についてです。まあ、現状年収が300万円から400万円ぐらいっていう設定でお話をしていきますので、まあ、10% アップっていうことは年収330万円から440万円ぐらいっていう計算です。なんか 10% アップって大したことなくないって思った方もいるかもしれないんですけど、何もない状態から 10% アップするって本当にすごいことですよ。結論、今の年収を 10% アップさせたいっていうことであれば、本業の役職が上に上がればそれぐらいは期待できるかなと思います。例えば主任になるとか部長になるとか、資格を取って手当をもらうとか、そういったものですね。簡単に言うと役職の昇進を目指す。役職は現状維持で自分に付加価値をつけるということになります。いやいや私はパートなんで昇給とかありませんということであれば、単純に時間数を増やすことしか無理だと思います。まあ、パートやアルバイトっていうのは社員とは違って時間給であることがほとんどですから、自分の時間っていう商品を雇用主に提供するしかお金は入りません。まあ、成果報酬ということですね。そして第2段階の年収を2倍にする方法についてお話をしていきます。年収300万円から400万円ぐらいですから、2倍の年収600万円から800万円を狙うという方法です。年収を2倍にするってなると、まあ、前述した通り役職を変えたりとか時間数を増やすだけでは2倍になるのはちょっと難しいかなって思います。今やっている仕事内容では2倍にするのが難しいっていうふうに考えるのが一番手っ取り早いです。まあ、つまり何をするかというと仕事を変えてしまうということです。年収300万円から400万円ぐらいっていうことは、時給に換算するとこれぐらいの金額になるような自分は仕事をさせられているということと認識するのが第一歩です。単純に2倍の金額をもらうわけですから、倍になるような時間単価が高いような仕事に変えていくことが必須です。まあ、ここまで聞くと仕事を変えるなんて怖くてできませんって思った方も多いかもしれません。まあ、しかし2019年10月13日日本自動車工業会の会長会見でトヨタ自動車の豊田社長が、雇用を続ける企業などへのインセンティブがもう少し出てこないとなかなか終身雇用を守っていくのは難しい局面に入ってきたと述べていました。まあ、今の日本では終身雇用はすでに終わっているということがよくわかりますよね。そして海外では転職することは当たり前です。それだけ日本はみんなと同じっていうのが大好きなんですよね。保守的な国っていうことです。しかし人と違う結果を出したいなら人と違うことをしなくてはいけないんじゃないかなって私は思います。
そして第3段階、年収を10倍にする方法です。今の年収が300万円から400万円ぐらいっていうことですから、年収を3000万円から4000万円にするということです。もうこの方法は端的に言うと起業しかありません。会社に依存せずに独立するっていうことですね。なんか独立って聞くと途端に自分ごとのように思えないかもしれないんですけど、そんなに難しいことはありません。起業する形態って大きく2つに分かれていて、法人設立と個人事業主です。でも最初は個人事業主でいいかなって思います。私も起業とか全く考えてこずに生きてきたんですけど、実は初めて個人事業主になったのが大学生の時です。私ね、塾講師のアルバイトをしてたんですけど、その時の塾のね経営者の方から個人事業主にした方が税制的に優遇されるよということでアドバイスいただいて、私は初めて個人事業主を開業したんですね。個人事業主って言葉だけ聞くと面倒くさそうだし難しそうに感じるんですけど、法人設立に比べて必要な手続きも少ないですし、開業届を提出するだけで OK です。もちろん最初は小規模な事業からスタートすることがほとんどだと思いますので、税制面でも有利になります。事業がうまくいって事業拡大ともなれば法人に切り替えればいいと思います。起業するっていうことは自分で全てをやっていかなければいけないからです。税制面もそうですし保険関係もそうですよね。ここまで聞くと自分でやるには難しすぎるしよくわからない、こんな風になってしまう方が多そうなんですけど、年収を10倍にするっていうことは今の現状を考えると異常なことなんですね。人と違う行動をとって、人とは桁違いの作業量をこなすことができなければ実現はできません。誰かに守られて管理してほしいっていう方は起業は難しいかと思いますので、さっき言った1番と2番の方法どちらかをお勧めします。しかし年収を10倍にするっていうことはそれだけ金額も手元に多くなるんですけど、一番リスクも高いです。絶対に成功できる保証もありませんし、自分が不利な状況になった時に助けてくれる会社もありません。全て自己責任なんですね。でもその責任を背負えるからこそ、それに見合った金額を稼げるっていうことだと私は思います。それでは今日の動画のまとめをしていきましょう。第1段階の年収を 10% 上げる方法は、昇進したり資格を取ったりして自分の付加価値を上げるということ。そして第2段階の年収を2倍にする方法は仕事を変えることです。今の時間単価の2倍になるような仕事に就くことが必須です。そして最終段階、年収を10倍にする方法は起業することです。自分の年収は自分が管理し、事業を展開することが年収に比例するということでした。やっぱりこれもですね、突然第3段階を目指すっていうのは難しいと思うんですよね。もう第1段階、第2段階、第3段階と踏んでいくのが一番いい方法かなって思います。でもこれも頭の中で考えているだけでは何も変わってきませんので、何か一つ行動に起こしてみて、ぶち当たった壁が見つかったらその時考えればいいんじゃないかなって思います。私もたくさん失敗して知識をつけながらここまで来れましたので、皆さんも何かやりたいことがあるのであれば一歩踏み出してやってみてくださいね。このように私のチャンネルでは個人で稼ぐ力、副業の始め方などの動画をたくさんアップしております。そして現在京子の公式 LINE の方では AI 副業適職診断や無料ゼミを実施しております。こちらの QR コード、そして概要欄のリンクの方から参加ができますので、授業を受けてみたい方は登録してみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。